お前呪いマジやめろよ、お前呪いマジやめろ、え足んなくねこれ、あやべや足んねえや、転がるしかねえや、出ましてんだよ、ふざけんなよ、よし、それやめて、それえなんで、落ち着け落ち着け、 OK、 それだったらいい、いや恨み怖いな、恨みってあれだね、 PP4 削るやつだよな、そういった、まあでもこれはしょうがないです、必要経費、嘘だろ、バーカバーカ、そんであとは神通力、お前もかよ、ふざけんなよお前もかよ、なんでてめえも使えんだよ、ちょ寝ようか寝ようか、寝るだろこれ、よっしゃよしよしよし、えどうせ待って、夢食いは関係ねえよな、俺が寝てる時だけだもんな、これさゲンガー完封してよ、ガラパゴスでよ経験値がっつりもらってよ、しかも回復できる、起きんなよ、 OK OK OK、 寝るな寝るな、救助救助救助来い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 、あー来た、あー勝った、よし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 、久々に思い出した、1017って完璧か、いやん、いやーんこれいらね、はい、このままいくわ、まあこの呪いはしゃあねえ、で次行くわ、え死なないの、うそ、マジか、お前はめっ、あーこれ次あいつに変えるわ、黒い丸出してくるでしょ、モラル、あぶなもうなんもねえやもう頼む寝ないでくれお前ナイトヘッド組んだろ、すげえ、もう絶対ナイトヘッド組んじゃねえかよ、いや恨み来るかな、これ分かんねえな、絶対泣いといてくる、夢食い、知ってるで次は恨み来る、あ恨みから来るか、これもらえるこれでなんとか粘るわ、お恨み来い、恨み来て死ね、えーバカ誰がどうすんだよこれ、ビビ切らすわ今からお今から PP 切らすから待っとけ、ちょっとあとちょっと待っとけ、今から PP 切らすから、よしこれしかねえだろうがよ、もうよ PP 切らしてよ、催眠術なくなった状態で
よしよしよし、飛んでこうしてガラパゴス35分ぐらい待ってくれ。そんでイメクリ、そんでモラルピピからすから待っといて、ちょっとそんで野菜ミンジス、このサイクル戦を制したら俺はまた一皮むけれる気がする。そんで夢食い、ポケモンでそんで恨み無理やりつかせよ恨みで殺そうこいつを。お前は人を恨み続け、人を恨み憎み続けるとどうなるかっていうのをお前は世に知らしめていけ。あ、呪いか、呪い呪い呪い。そんでモラルオッケーオッケーオッケー。そんで待てよ、催眠術の PP が10、夢食いの PP20 だっけ。ってことは夢食いしか使えなくなるターンが来るはず。そこにピンポイント合わせていくわ。夢食い15だ、そうだ、催眠術10、夢食い15だから、そのタイミングでいく。何回だちょっと待って、催眠術何回打ってる、催眠術何回打ってる、催眠術何回打ってんのこれ。催眠術これ8回で OK。 次9回目、次9回目、次9回目だって。イメクイ、次9回目、催眠、9回目ガラパゴスベイリーフに経験値負けてやだ、このサイクルが崩れるのがやだ。で10OK、 これなくなった、次から攻めるわ。でこれ夢くぐるじゃん、で次の恨みは耐えるはず、ごっこで。なんでてめえ持ってんだよ、こいつ PP 増やしてんだけど、マジで。ちょっと一回これで、これで夢食いの PP からすから待ってな。ちょっと待ってよ、もうなんなんだよこの戦い。催眠術、あ、ダメだ、いずこ催眠術ピピ切れてる、いや夢食われる。あ、ちょちょちょ、何回使うんだよ催眠術、わかんねえ、もうぐちゃぐちゃになってる。催眠術の PP20 なの、分かった分かった。ちょっと待って、これ順番間違えたらマジ終わるから。夢食いが切れた、夢食いが切れた、夢食い切れてる、あ、切れてね、全部切れてね、全部あるわ、終わる、全部切れてねえや、くそ、よし、はい、切れろよお前。however、よし、飛んでポケモン、モラル、オッケー、催眠術、次はハウエバー、もう切れろ切れろ、はい切れろ、はい切れろ、オッケー、夢食い、もうぼちぼち夢食い切れんだろ、催眠術で次のターン夢食い使ってこなかったらもう夢食いのピピ切れたと俺は 見るからね。催眠術切れろ、あ、まだある、催眠術、オッケー、そんで、ハウエバー来い、お、これはこれ切れた、これ切れた、これ絶対切れた、これ絶対切れたから、モラル、
よし、一応夢食い、ちょっと見てみようか。悪夢を切らさなきゃ負けるふざけんなよ、なんだよそれ、全部切らさなきゃいけねえのかよ、どういうことなのこれ。悪夢って BP5 じゃなかったっけ、悪夢って BP5 でしょ。悪夢、ああ催眠術、悪夢15もあんのめんどくせ、やめろお前それ、それお前やめろ、いや一旦帰ればいい、帰ればいい、帰ればいい、え次も呪いだ、次呪いやってくるから、はい次呪いやられたら終わりじゃねえ俺。なんで次悪夢来るな、次悪夢来る、次悪夢来る次悪夢、次悪夢次悪夢、次悪夢よしよしよし、ここでさ何もやってこねえんじゃね、あ違う待てよ、次、いや待てよ、自分で落ちながら呪いで倒すっていう、いやーこれ二択だな、次呪いだな、モラルで受けよう、悪夢でもよし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 、まずは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 な、でもモラルとあいつが寝てんじゃねえかよ、オッケーみんな勝った、このあとどうすんの俺、あっ違う、やめて、諦めない、俺は諦めない、どういう技、どういう技マジカルリーフって、忘れさせる、マジカリフってどういう技、相手を追跡、相手を追跡する、不思議な葉っぱを巻き出す、攻撃は必ず命中する、復活、あまたゴースト出てきたわまたゴースト出てきた、みんなおい、またゴス出てきたわ、終わったわこれいや夢食い来るだろ絶対、ハウェバごめんな、いやダメだこいつ回復させても意味ねえ、だってた戦うすべないもん、ちょっと待ってな、眠気覚まし持ってなかったっけ俺、いや何でもなし使うのかここで、いやーやばいな、落ち着け、まあ元気かけられるから大丈夫、元気なかけられも不思議なままあるから大丈夫なんだよこいつさでも眠ってるガラパゴスに夢食いを使ってこなかったってことはこいつ夢食い覚えてないんだよ、でナイトヘッド今使ってきたよな、ナイトヘッド、恨み呪い、ナイトヘッド恨み呪い、そっち系だろ、ってことはナイトヘッド恨み呪い、あーじゃあガラパゴス出したら
あ、ナイトヘッド、恨み呪い黒いまざ、黒い眼差し系で攻めよう。ね、呪いってダメージいくつ？ねね、呪いってダメージいくつ？呪いのダメージ、呪いってダメージいくつだっけ？11、あ、4分の 1？ ってことは11、1耐える。これ絶対いける。ナムさん、ナムさん、おい、指を振るで回復技出していい？おい、指を振るで回復技出すの見とけよ。おい、見とけ、お前ら見とけよ。おい、指を振るで回復技出すか見とけ。見とけよ。これがでかいんだよお前。今不意打ち来てくるかなと思った。このミリがでかいから、で眠らしたところをしっかり神通力でとどめさせていくと、これがでかい。この1が命運を分けるんだよ。いやー微妙だな。これ微妙だな。ちょっと寝とけ。オッケー、起床。誰より虫が薄になる。せ、終わりだ。あぶねー、あぶねー。ぼちぼち起きんだよ。で、不意打ち来るから、悪風とか。もう起きろよお前、あくび連打するわ。起きろ。よしよし、バカ、はい、眠っとけばずっと。で、ここでね、じゃあ俺もう1もダメージ受けたくないんだよ。これ次不意打ちくんだよ。いや、終わっちゃった。あ、死んだ。あ、もう終わり。今までありがとうございました。皆さん、今までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。で、こんな弱え技出てんだよ。すごい傷薬と元気のかけら、どっちが価値があるか。だよな。いやー、これガラパゴス死んでほしくねえな。いやー、でもしゃあねえ。しゃあねえよこれ。ガラパゴス、今までありがとう。ありがとうガラパゴス。お前の勇者忘れねえ。お前の勇者忘れねえから。ちゃんとレベル上がってな。これで1、誰の11まで上がれ。あー、1足らない。あ、レベル上がった。よーし、耐えろ。これで、これ耐えただろこれ。いや、食らない。あー、ゴミだ。ぐしゃぐしゃだ。めちゃくちゃ、もう今日はもうめちゃくちゃ。今日はもうめちゃくちゃだ。今日はもうめちゃくちゃ。今日もめちゃくちゃだよみんな。